はは、い、こんにちはレトスノです今回なんですけれども建物賃貸借の存続期間と更新あと解約の申し入れこれについて解説いたします建物賃貸借は、まあ、借家契約と考えていただいて大丈夫です、まあ、今回はスライドでお送りさせていただきます それでは、存続期間の方から先に解説いたします。例えば、A さんが B さんと建物の賃貸借契約を締結しました。A さんがアパートを所有していて、アパートの一室を B さんに貸したと、まあ、そういった状況ですね。その際の建物の賃貸借契約、まあ、借家契約と呼ばれるものなんですけども、この契約期間、まあ、存続期間というのは契約期間と考えてください。 この契約期間についてどんなルールがあるのかというとまず最長これ制限ないんですねなのでアパートの賃貸借契約で契約期間を60年にしますとか70年にしますとかこれも有効なんですねまあ実際にあるかないかは別です法律上は有効となりますじゃあ最短期間はどうなのかというとこれも制限ありません例えば建物の賃貸借契約の契約期間を 3ヶ月にします。これも有効なんですね。これも法律違反ではありません。OK です。ただし、1年未満とした場合は、期間の定めのない賃貸借契約になりますよ。というふうなルールになっております。この期間の定めがないというのは、この文字通り、契約期間はないものとするといった話なんですね。で一方、1年以上で定めれば、契約期間は1年って定めがあるものになりますよね。 1>, 1年未満であれば、もうそれは期間はないものとみなしますよ。っていう話です。で、期間がないものになったらどうなるかというと、これは今からお伝えをしていく、後々お伝えをする更新と解約の申し入れ、ここと関連してくるんですね。今言ったように、存続期間、契約期間を1年とした場合、ま,あ、また2年でもいいです。その場合は、期間の定めのある賃貸借契約ですよね。で、一方で、1年未満。 例えば3ヶ月だったり6ヶ月とした場合、期間の定めのない賃貸借契約になる。これによってどのような違いが出てくるのか、それが今からお伝えをする更新と解約の申し入れの内容になってきます。まず、期間の定めがある場合、つまり契約期間を1年以上で定めた場合ということですね。契約期間、存続期間が1年以上で定めた場合、この場合、 期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に当事者の一方が相手方に対して更新拒絶の通知をしなければ従前と同一の条件で更新したものとみなされますでまず当事者の一方なんでこれは貸主賃貸人でもえ賃借人でもどちらでも大丈夫です賃貸人賃借人どちらか一方が更新拒絶もう更新したくないというのであれば これは通知をしないとそのまま更新したものとみなされるんですねじゃあいつ更新拒絶更新しませんということを通知しなければいけないのかというと期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に通信拒絶の通知をしなければいけないんですね例えば契約期間を2年と定めた場合2年後が期間満了時期ですよね その2年後の1年前だから1年経過してから1年半経つまでの間に通信拒絶の通知をしてくださいねということです。これ1年だった場合は期間満了っていうのは1年後じゃないですか。契約して1年後ですよね。その1年後の1年前ということは契約した時から半年経過するまでの間なので 契約してすぐに、まあ、更新拒絶を出すといった感じになるんですよ。まあ、もちろんすぐ出さなくても6ヶ月が経過する前までに言ったらいいんですけども比較的早い段階で更新の拒絶の通知が必要となってくるよという話です。で、この通知をしないともう自動的に更新したものとみなされるこれ法定更新と言われます法律で定められた更新なんですね合意で更新しているわけじゃないじゃないですか もう法律でこのようなことが起きたら自動的に更新になりますよと法律で定められているので法定更新と呼ばれますでこの従前と同一の条件っていうのは初めに契約した内容と同じ条件で更新しますよという話ですで続いて賃貸人これ貸主オーナーですねが通信拒絶の通知を行った場合でも期間満了後に 賃賃借人人がが建物の使用をを継続し、賃貸なななく異議を述べないと法定更新となります。つまり賃貸人がこの期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に更新拒絶の通知を行いましたその通知を行った後、期間が満了しました期間が満了した後も引き続き賃借人が建物の使用を継続していた かつそれに対して賃貸人は遅退なく意義を述べなかったつまり期間満了したから出て行ってくださいとか、まあ、そういったことを言わなかったそういった時は法定更新となります従前と同一の条件で更新したものと見なされるよという話ですちゃんと出て行ってほしいのであれば賃貸人は賃借人に対して意義を述べてくださいつまり早く出ていけということを言ってくださいねということです で3つ目、賃貸人から更新拒絶の通知を行う場合、正当な自由が必要となります。例えば、賃貸人の親族が使うんですだったりとか、またちゃんと立ち退き料払いますんで出て行ってくださいみたいな、立ち退き料の話とか、そういった自由が必要になってきますよという内容ですで。続いて、期間の定めがない場合。 つまり、存続期間が1年未満の場合の更新だったり、解約申し入れの話です。まず、期間の定めがなければ、各当事者、いつでも解約の申し入れができるんですね。つまり、賃貸人も賃借人も、いつでも解約させてくださいっていうことができます。で、解約の申し入れがあったら、一定期間経過により、契約は終了しちゃいます。で、これは、賃貸人から解約の申し入れをした場合と、 賃借人から解約の申し入れをした場合では契約が終了する時期が異なります賃貸人からの解約申し入れの場合は解約の申し入れをしてから6ヶ月経過した時に賃貸借契約は終了します一方で賃借人からの解約申し入れの場合は3ヶ月を経過した時に賃貸借契約が終了しますこれについても期間の定めがある場合と同様賃貸人からの解約申し入れには 正当なな自由が必要となってきますまた賃貸人が解約の申し入れをしてから6ヶ月経過した後でも引き続き賃借人が建物の使用継続をしまた賃貸人が遅退なく異議を述べない時は法定更新となりますまあこれ先ほどお伝えした内容ですねもうここの内容とまあほぼほぼ同じですこちらは更新拒絶の通知の話です こっちは解約申し入れの話で違うんですけども、もう基本的な内容としては同じです。で、この使用継続による法定更新の場合は、これは更新後は期間の定めのない賃貸借契約となります。これ、ちょっとこちらでは書いてないんですけども、こちらも同じなんですね。ここですね、この部分。更新後は期間の定めのない賃貸借契約となります。もともとは期間の定めがあったものなんだけども、賃借人が使用継続によって、 法定更新された場合、更新された後っていうのは期間の定めがない賃貸借契約となりますので、まあ、この点は注意をしておきましょう。そしてもっと言うと、こちらの法定更新、これについても同じく、更新後は期間の定めのない賃貸借契約となります。従前と同一の条件って書いてあるんですけども、期間については期間の定めのないものと考え、それ以外が初めの契約と同じ条件になるという話です。 今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。